ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど、今日は怖い話とか頭を使う謎の話とかじゃなくて、世界中で発見される不思議なものの話を聞きたい気分だわ。不思議な話を要求してくることには変わらないんだな。そこはもうほら、お決まりでしょ。そうか、そういうことなら今日は発見された場所や時代とそぐわない出土品や加工品、アウトオブプレイスアーティファクト、略してオーパーツについて話していこうか。というわけで今回は未だ解明できない謎のオーパーツ5000について解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1. トリンギット族のラトル。まず一つ目はトリンギット族のラトルだ。どうしよう、トリンギット族もラトルもわからないわ。ちゃんと説明していくから安心してほしいんだぜ。ただ、ラトルはすでに知っているんじゃないか？そうなの？フルトガラガラ音が鳴るあれだ。赤ちゃん用のおもちゃとして売られてたりすることも多いよな。あれってラトルっていう名前だったの？ガラガラが正式名称だと思っていたわ。それで、それを作ったトリンギット族ってどんな人たちなの？トリンギットはインディアンの一派なんだぜ。アラスカやカナダにいた先住民族だな。正しい発音はクリンギットやクリンキット、元はフリンキットと呼ばれていたそうだ。ふむふむ、先住民族なのね。具体的にはアラスカからカナダの西端ブリティッシュコロンビアに住んでいて、ユーコン川流域の太平洋沿岸、海と山に囲まれた環境で生活していたんだ。発達した狩猟採集社会を構築していたと見られているぜ。狩猟採集って何を取っていたの？鮭やクジラを取って暮らしていたそうだ。自然豊かな場所だから木材資源を豊富に活用して、建築技術も発達させていたんだぜ。巨大な木造建築まで作れたんだ。先住民族って申し訳ないけど、簡易な小屋というか、3匹の子豚の最初に吹き飛ばされるお家のイメージなんだけど。それから、ポトラッチやトーテムポールが彼らの風習であるというのは、それ自体の知名度とは別に、あまり知られていないことなんだよな。トーテムポールはなんとなく見た目くらいは知ってるけど、ポトラッチって北アメリカ太平洋側のインディアン社会に広く見られる威信と名誉をかけた贈答観光、とコトバンクさんでは説明されているんだが、要するに大規模なおもてなし合戦だな。何それ？主催者はこれまで蓄えてきた財物を惜しみなく振る舞う、大規模な宴会を開き、その地位と財力を誇示する。そして客はその名誉にかけて、他の機会にそれ以上のもてなしでもってお返しするんだ。そういう慣習があったのね。面白いわ。それからトーテムポールも北アメリカ大陸沿岸に住むインディアンに見られる風習だ。一般的な現代人の感覚からすると、民族的な印象のある置物くらいの認識かもしれないが、本来それは、それを建てた人の出自や業績、出来事などを記録し伝えるものなんだ。そんな役割があったのね。ちなみに彼らの話すトリンギット語には、多くの方言があったんだぜ。それはなんだか親近感の湧く話ね。だが、そんなトリンギット族に悲劇が訪れる。悲劇？ああ、19世紀末から20世紀初期にかけて、アメリカ大陸には白人の流入があった。もちろんトリンギット族も無関係な話じゃない。そういうことね。この出来事で白人によって伝染病が持ち込まれ、トリンギット族含む一帯のインディアンは、壊滅状態になってしまったんだ。もちろん一人もいなくなったというわけではないけど、村単位で消滅するほどだったそうだ。すごく前の話でもないってところが、ゾッとする部分ではあるわよね。事実、これだけ医療技術の発達している現代の私たちも、新しいウイルスには社会をめちゃくちゃにされたわけだし、人類史は病原菌、ウイルスとの戦いの歴史でもあるというわけだな。どれだけ恐ろしい思いをしたかと思うと胸が痛むわ。さらにひどいことに、病死したトリンギットの人たちのご遺体は、白人たちの手によって地面に掘られた穴に無造作に放り込まれただけだったんだ。そこにはボロすらなく、長年渡って放置され続けたんだぜ。そんな、ちゃんと弔ってもらえなかったの？この状況が解消されたのは1990年代のこと。有志のトリンギットの人々がそのご遺体の見分を進め、実に1世紀ぶりに遺骨がその家族の元に帰ることができたんだ。よかった、けど、長すぎたわね。さて、霊夢はさっき勝手に親近感を感じていたわけだけど、実はトリンギット族は本当に日本と馴染みの深い部族でもあるんだぜ。そうなの？ああ、特に日本のアイヌとは文化的な共通点も多いし、交流もある。最近でも交流の続いている正真正銘、日本とも関係のある人たちなんだ。ちなみに愛知県のリトルワールドに、トリンギットの家が復元されてたりするな。へえ、知らなかったわ。さて、トリンギット族についてよくわかったところで、そろそろ今回の本題、彼らが作ったラトルについて話を進めていこうか。普通に興味深い話で聞き入ってたけど、本題に入ってすらなかったのよね。
トリンギット族のラトルとは、その名の通り彼らが作ったとされているラトルで、その姿が海竜に似ていると言われているオーパーツなんだぜ。海に近いところで暮らしてた部族だけど、まさか本当に海竜がいたとか言わないわよね。それはさすがにないと思うんだが、現在ではこれは海竜ではないのではという見方が強い。それじゃあ何なの？トリンギット族に伝わる伝説の鳥、サンダーバードだぜ。トリンギット族に伝わる伝説ってどんな話？目から稲妻を放ち、翼を羽ばたかせて嵐を起こすんだそうだ。当たり前だが、これはこれで額面通りに受け取るわけじゃないぜ。そうよね。こんなのが実際にいたら困るもの。おそらくだが、自然への畏敬の念や戒めを抽象的に表した一面だと思うな。日本では神様になっているけど、風神雷神っているだろ。サンダーバードはその類ってことね。宗教的な意味合いはなく、雷の精霊の総称だったんだろう。だが、北米ではごく稀に巨大な鳥のような生物が目撃され、時に人を襲ったという事件も報告されているんだぜ。巨大な怪鳥が実在してるの？カナダやアメリカの複数州で目撃情報があるんだ。だからその個体についての情報も、まちまちではあるが翼を開くと3から7メートルにもなり、そのことからネイティブアメリカンに伝わる、巨鳥サンダーバードでは？と噂されている。あまりに大きすぎるからユーマ界隈では、ビッグバードなんて呼ばれているんだぜ。少なくとも約3メートルは確かに大きいわよね。世界最大の飛ぶ鳥といえばアンデスコンドル。確かによく海鳥は3メートルに達し得る種類ではあるけど4、5メートルクラスは難しいだろうし、名前の通り分布は南米アンデス山脈周辺だ。北米大陸で見かける鳥ではないと思うんだぜ。なるほどね。トリンギット族にはさっき話したような伝説が語り継がれているし、古代インディアンたちにはサンダーバードは、恐れとともに神聖な存在とされていた。トーテムポールにもその姿は残されているんだぜ。トリンギット族だけの話じゃないのね。しかも、中にはこの世界の創造主として崇めている部族まであった。アメリカ全土においてこの鳥は、本当に神聖な存在とされているということだな。そこまで広く信じられているとすると、本当にそのサンダーバードと呼ぶにふさわしい鳥が実在したんじゃないかと思えてくるわ。ラトルのモデルは一体何者なのかしら。今のところ、一番有力視されている説は、デラトルニスコンドル。1万年も前に絶滅してしまった鳥なんだぜ。なるほど、今はいない鳥ってことね。ああ、デラトルニスコンドルは翼を広げると5メートルにもなる猛禽類の仲間で、約180万年前から1万年前に北米と南米に生息していたと言われている。人類が遭遇し得た中では最大の鳥類なんだ。それだわ。きっとあまりに巨大なその鳥を崇める対象としてラトルにかたどったのね。2、ドロパの円盤、ドロパストーン。次はドロパの円盤、ドロパストーンだぜ。ドロパストーン？石？ドロパストーンは1938年に、中国のバヤンカラ山脈で考古学者によって発見された、700枚ものストーンアートのことなんだぜ。古代文明の痕跡とともに発見されたんだ。その山脈に古代文明があって、その人たちが作ってたものだってことかしら。山脈の地中からは人の手で掘られたシェルターのような洞窟があって、その壁にも奇妙な絵画のようなものが多く見られたんだ。お絵描きの好きな人たちだったのかしらね。それらの中にはお墓のような施設も発見され、そこにあった棺からは身長120センチほどの頭部が大きい人型の骨があった。頭部が大きいってことはまだ子供？かもしれないな。そして、ドロパストーンはこのお墓の棺の中から大量に見つかっているんだぜ。一緒に埋葬されてたってことは、副葬品だった感じがするわね。その数なんと716枚。ドロパストーンそのものは、2000年くらい前に作られたということが言われているんだ。その石ってどんな感じのものなの？ドロパストーンはどれも大きさが直径30センチくらいで、中央には穴が開けられている。表面には穴を中心に渦巻き状の模様が彫り込まれているんだぜ。他には古代エジプトのヒエログリフにも見える文字や頭部の大きい人型の存在も見える。これは、宇宙人？そういう存在に見えるよな。発見からほどなくして世界大戦が始まってしまったり、中国の建国があったり、国ごとバタバタしている時代が続いたことで、ドロパストーンの存在はしばらく忘れられていたんだ。確かに、そんな状態じゃ仕方ないわね。ところが1962年、研究者のスンウンの石により、ドロパストーンの文字の解読に成功したという報告が上がったんだぜ。大変な時でも地道に研究を続けていた人がいたのね。それで、なんて書いてあったの？1万年前にバヤンカラ山脈の洞窟のある地域に宇宙船が墜落した。乗っていたドロパ人たちは宇宙船を修理することができず、地上に残ることを余儀なくされた。だそうだ。え？
山脈で見つかった古代文明って、宇宙人たちの文明だったの？当時、中国政府は考古学者たちにドロパストーンに関する発言を禁じていたそうだ。それを振り切って孫子は、世界に発表してしまったんだぜ。孫さん、大丈夫なのかしら？この発表は世界中で注目を集め、いくつかのドロパストーンが、ソ連の研究者のところへ送られた。そして、ソ連の雑誌でドロパストーンについてイラスト入りの特集が組まれるまでになったんだぜ。すごいことになっちゃったわね。ところで、その山脈に住んでいる人たちって、今はもういないの？直系ではなくても何か知っている可能性があるんじゃないかしら。いいところに目をつけたな。ドロパストーンが発見された場所は、今は中国の領土になっているが、住んでいるのはずっと今も昔も、チベット族の人たちなんだ。チベットの人たちが住んでいるところなのね。そして、どう考えてもドロパストーンが見つかったところは、身長100センチほどの小さな人々、ドロパ族が住んでいた地域に違いないと考えられる。実はドロパ族だったってこと？1947年に新たに発見されることになったわけだからな。しかも興味深いことに、これまでの研究からドロパ族というのは、遺伝的に中国人でもなければ、チベット人でもないことがわかっているんだぜ。え？それってまさか。いや、もちろん劣気とした人間ではある。ああ、そうなのね。でも、1万年前に地球に飛来し帰れなくなった宇宙人の遠い子孫である可能性はあるかもな。事実、ドロパ族の人たちは背が低く、頭が大きいし瞳が黄色や青であるという特徴があるんだ。それじゃあ、洞窟で見つかった棺の中の人物は、特に子供の骨というわけでもなくて、当時のドロパ族のご遺体だったってこと？もしかすると宇宙人の骨かもしれないぜ。ちょっと詳細な調査をしてほしくなってきちゃうわね。さて、ストーンに彫られていた文字に関して、大まかな内容はさっき話した通りだが、より細かく解読したものが次の通りの内容だ。ドロパは宇宙船に乗って雲を突き抜けて落ちてきた。村の男たち、女たち、子供は、夜明け前に何度も洞窟へと隠れた。人々がドロパのサイン言語を理解することができたとき、この新参者は平和的な意図を持ってきたことがわかった。元いた地元の人たちと分かり合えたよ、的な内容なのかしら。だとしたら時代を経るに従って混じっていった結果、今のドロパ族が人間だけど宇宙人的特徴もありそうだし、中国人でもチベット人でもないという事実に合いそうな感じがするわよね。もしかするとそんな過去があったのかもしれないな。700枚もあったら、まだ解読しきれてない内容もあるかもしれないし、今後の調査に期待ができるわね。この内容が本当なら、中国で宇宙人の飛来と友好関係を結べた例があったってことかもだし、すごく興味深いオーパーツだと思うわ。3. エスペランサ石。次はエスペランサ石だぜ。また石？別名ホープ石とも呼ばれるこの石は、メキシコの焼きの峡谷で発見されたんだ。謎の文様が刻まれた 2.4 メートルにもなる巨大な石で、1909年に F.R. バーナム少佐とチャールズ・フレデリックによって発見されたんだぜ。その二人はメキシコの渓谷地帯で何を？鉱物と農業資源の調査をしに遠征してきていたんだ。そこでこのエスペランサ石を発見したんだな。なるほどね。その、石自体は特に何かすごいものではないのかしら。色は褐色で火成岩であるとされているぜ。マグマが冷えてできた石ということで、別に珍しいものと言われていることもない。実は超巨大な隕石とかかと思ったけど、そういう感じではないのね。さっきも少し触れたように 2.4 メートルとかなり大きく、45度ほどの傾斜がある東側の面には、渦巻き型や万字などの深い刻みが付けられているんだ。これが文字とも模様とも取れるような微妙な感じで、何を表しているのかに関しては、意見が割れているところなんだぜ。文字で確定なんだったら、解読に取り掛かればいいんだけど、そもそも文字なのか何かの模様を付けたものなのかすらよくわかってないってことね。ちなみに、メキシコで発見されている石の中には、同じような模様を含むものもあって、もしかすると何か関連性があるのかもしれないな。全部仮定の話だから、素人目にはどこから解析に手をつければいいのか、見当もつかない状態だわ。発見者は文字というか、模様に関して何か言ってるの？バーナム少佐はその記号群を、マヤ文字だと言ってるんだけど、他の研究者たちはペトログリフではないかと考えている人もかなり多いみたいだな。マヤ文字ってマヤ文明の文字ってこと？ああ、マヤ文明で用いられていた絵文字だ。だが、使用されていたことまではわかっているんだが、完全な解読には至っていない。古代文字だし、今現在使ってる人がいない以上は難しいわよね。それに、スペイン人宣教師によってその大部分が焼かれてしまっているんだ。今残っている資料は世界全体で3つしかないんだぜ。そうだったのね。
とはいえ、元のマヤ文字が解読されていないんじゃ、エスペランサ石の解読どころじゃないわ。それからペトログリフといえば、岩石や洞窟内部の壁面に衣装や文字が刻まれた彫刻のこと。つまりこれはこれで解読するなら、独自に研究が必要ということだ。つまり現時点では石の文様が何なのかさっぱりってことよね。ヒントとなるかは微妙なところだが、現地に住む人たちの中には、とあるこの石に関する伝説が残っていることがわかっているんだぜ。石の伝説？この石は昔、天井から落ちてきたものであり、その後人の手で記号のようなものが刻まれた、というものだ。こんなに大きな石が空から落ちてきたの？でも隕石ではなさそうなわけだし、大きな噴火でもあったのかしら。全く謎が多すぎるよな。何が書かれていたのか、模様は何を意味するものなのか、いつかわかる日が来ればいいわね。4. バイゴンのパイプ。4つ目に紹介するのはバイゴンのパイプだ。パイプって筒ってことでいいのかしら。今回解説しているもの含め、オーパーツの中には高度な技術と文明の可能性から、かつて地球に飛来した宇宙人の存在を匂わせるものも多い。中国にはそんな宇宙からの来訪者が作ったと言われる、古代の研究施設跡があるんだぜ。え？何それ？中国は珍海省にある、海西モンゴル族チベット族自治州にあるバイゴン山。今から遡ること20年前、そこで専門家たちですら困惑するような発見があったんだ。それが例の研究所跡なのね。断崖絶壁のバイゴン山の頂上付近、うち2つは崩壊してしまっているものの、3つの開口部を備えたピラミッド状の遺跡が発見されたんだ。しかもその内側に作られた人工的な洞窟の奥から、古い鉄パイプが大量に出てきた。鉄パイプって想像しているもので合ってるのかしら？鉄製のパイプってことよね？ああ、大きさはバラバラだが多くは直径50センチほどのかなり大きい鉄パイプだ。それが洞窟の壁と床を埋め尽くすように、敷き詰められるように、そこにあった。どこかの怪しい業者とかが廃棄に困って不法投棄でもしたんじゃないの？バレたくないからとんでもない山の上にしちゃえって。だが、それらを北京の地質研究所で分析したところ、15万年前から14万千年前に作られたことが分かったんだぜ。いやいやまさか、15万年前に鉄パイプはないでしょ。というか製鉄技術がそもそも存在してないんじゃないかしら。人類の製鉄の歴史が始まったのは、3200年前だと言われている。だからこそオーパーツなんだぜ。そっか、驚きすぎて吹っ飛んでたけどそういう話だったわ。それに、バイゴン山の周辺は荒野が広がっていて、同自治州の主婦からも40キロも離れている。そんな辺境の地にあって、高度な冶金技術を持った文明の痕跡は存在していないんだぜ。今も昔も、まず人間の居住の痕跡すら発見されていないんだ。何をどう考えても鉄パイプが出てくるわけがないのね。その後さらに、バイゴン山の南西に広がるプオス湖の湖岸から、何百もの鉄パイプが出てきた。これも山で発見されたものと同様に、オーパーツであることが確認されているぜ。そして、これらはバイゴンパイプと呼ばれ、考察の対象になったわけだ。まあ、まずは15万年も前に鉄パイプを何に使ってたか、よね。しかも結構大ぶりとなれば、一般家庭の配管とかじゃないわけじゃない。確かに、パイプということで排水用の配管と考える人が多いのも事実だな。古代文明で灌漑技術を持っていたとされるものもあったわけだが、それよりも明らかに古いものだし、複雑なパイプ網や鋳造年代の謎を不都合なく説明できる人はいなかった。鉄パイプの用途なんて何かを流して移動させるか、最悪武器になるくらいしか思いつかないわ。でも、直径50センチじゃ武器としては取り回しが良くないかしら。そうだ、鉄パイプって言ってるけど、本当に鉄製だったの？成分分析の結果、酸化鉄、二酸化ケイ素、酸化カルシウムが 92% を占めていたそうだ。やっぱり主成分は鉄ってことで間違いないのね。正真正銘鉄パイプと言えることが証明されてしまったわ。それで、残りの 8% は何だったの？これが不思議なところで超高圧環境でしか生成されない特殊な二酸化ケイ素が含まれていたんだ。しかも、火星起源の隕石から検出されるそれとよく似ていることが分かったんだぜ。え？隕石と似た成分が見つかったの？加えて、2007年には中国地震局の研究員によって、一部の鉄パイプから高濃度の放射性物質が検出されたという話もあるんだ。15万年前にあるわけがない鉄に、火星起源の隕石と類似成分、加えて高濃度の放射性物質。これは一体どういうことなの？これらの発表を受け、バイゴン山周辺に古代宇宙人の研究施設があったという説が浮上した。この場所は、考古学者だけじゃなくて世界中のオカルトファンからも注目されることになったんだぜ。しまいには異星人の関与を確信した人たちによって、
記念碑まで建てられたんだ。盛り上がるのはわかるけど、現時点では何もわかってないから、まだ宇宙人だって本当に来てたのかわからないんだし。ただ、これだけ壮大な話になってくると噂だけで十分なんだろうな。それに、これだけ騒いだおかげか、ちょっと興味深いことも起きたんだ。何があったの？なんと、これらの人類史も覆しかねない噂が広まると、中国政府が鉄パイプを発見したバイゴンさんの洞窟への立ち入りを禁止にしてしまったんだぜ。しかも、ただそういう旨の宣言をしたというだけじゃなく、入り口に警備員を配置するほどの徹底ぶりだ。そこまでするって確実に何かあるじゃない。しかもそれが何か中国政府はある程度掴んでいるってこと？そうそう、そういう感じで憶測を生む結果になってしまったんだ。ちなみに、このパイプが製鉄技術を必要とせずに、ある程度自然に発生した可能性について研究した人もいるんだぜ。そんなことが可能なの？例えば、パイプが化石化した木の根っこであるという可能性。木の根っこ？2003年に発表された説なんだが、このパイプの研究中に、ある科学者が植物の残骸と年輪のようなものを発見したんだ。でも分析で主成分が鉄って出ているじゃない。実は経過木とかで検索すると画像が見られるんだが、木が岩石に変化することもあるし、その他いろんなプロセスを経て、地質学的に変化する可能性は十分にあるんだ。しかも、特定の条件下では、鉄の堆積物が発生することもあると判明している。つまり奇跡的に条件が噛み合うと、出来上がる可能性がなくもないってこと？異星人来訪の可能性とどちらを信じるかはその人次第だな。人類史の中だけで考えると、どう頑張っても大パーツでしかないのに、すごい技術を持った宇宙人の介入で、この問題が解決できるというのは面白いわね。どの説を支持するかは迷いどころだけど。5. フライベルグスカル。最後はフライベルグスカルだぜ。スカル、骸骨？ああ、日本語では割端の頭蓋骨になるかな。19世紀の初め頃に炭鉱で栄えたドイツのフライベルグという町で発見された大パーツなんだぜ。だからフライベルグスカルなのね。フライベルグという町は12世紀に銀鉱山が発見されたことで歴史が始まったんだ。そこから何世紀もの間、鉱山工業の中心として発展してきたんだぜ。今の写真とか見てみると、なかなかオシャレで栄えている感じはしつつも、ゴミゴミしすぎてなくていい感じの町ね。こういうところでゆっくりしてみたいものだわ。そんな町で鉱山の採掘中に発見されたのが、この骸骨だ。見つけちゃった炭鉱業の人、びっくりしたんじゃないかしら。掘ってたら突然、人の頭が出てくるようなものだものね。パッと見はそうかもしれないけど、これは本物の骨ではないんだぜ。そうなの？これは滑鉄鉱石、磁鉄鉱石で構成される頭蓋骨を模した工芸品とされている。それが、およそ1500万年前に形成された中央ヨーロッパの滑鉄鉱石の地層から発見されたんだ。その時代の地層に埋まっていたということは、少なくともその頃には完成品としてあったってこと？素直に受け取るならそういうことになるな。絶対にありえないわ。その地層のどこで発見されたの？奇跡的に最近の地層とぶつかってるところとかじゃない？さすが2500万年前の地層ともなると、そんなミラクルは起きてないと思うんだが、自由な発想は個人的にはウェルカムだぜ。とはいえ残念だが、これが発見された詳しい場所というのは伝わってないんだ。そうなの？このドクロははじめ、ルーチャーという人物が所有していたんだ。ただ、1813年に彼が亡くなると、その存在を世間も知るところになる。だが、それ以前の詳しい経緯は不明で、このドクロもルーチャーの死後に彼の不動産の中から偶然見つかっただけなんだ。すごいものだと思うんだけど、ルーチャーさんはその存在を隠していたのかしら。もしかすると詳しいとこまでわかってなかったのかもしれないけどな。地層から何か珍しそうなものが出てきたし、とりあえず持っとくか的な感じだ。なるほどね。その後、このドクロはフライベルグ鉱山のロイヤルアカデミーの預かりになり、本格的に研究されていくことになるんだ。結局何者なのかってわかっているの？当初の研究では炭素系の素材が人間の頭蓋骨の内部に蓄積しできたものとされているが、だが、もしそれなら肝心の頭蓋骨も一緒に出てきてないのは不自然だ。それじゃあさっきのバイゴンパイプのところでも言ってたみたいな置き換わり説は？人間の頭蓋骨が炭素や鉄鉱石系の素材に置き換わったりはしないの？それに関しても実験してみた人がいたようなんだが、実際には不可能であるという結論に至っているんだぜ。難しいわね。そして19世紀に入るとついにこのドクロは、贋作であるという説が唱えられ始める。つまり大パーツでも何でもなくて、近年作られたものってこと？この説を唱えたのはドイツのゲルハルト教授だ。もちろん彼も気分でそんなことを唱えているわけではなくて、
何度も分析をした結果、無名な誰かの作品と言っているんだぜ。そして、その説が一般的になっていったんだ。そっか、偽物だったのね。ところが1998年、再度調査が行われたことで事態は急転していく。なんとこのドクロを CT スキャンしたところ、頭蓋骨の内部が木の年輪のようになっていることが判明したんだ。これは本物のオーパーツだったということだな。どういうこと？もし本当に人の手によって作られたとしたら、褐炭の融点である110度から360度もある高温の素材、それも白膜状になっているものを、1枚ずつ重ねて成形していったことになるんだ。そんな技術を持ってるとか時代錯誤も甚だしいんだぜ。そんな加工技術を持ってる奴はいないってことなのね。ドクロのオーパーツといえば、クリスタルスカルはあまりに有名だな。あんなのを作れるなんて昔の人もすごいわよね。それなんだがな、あれはただの近代の加工品なんだぜ。そうだったの？クリスタルスカルといえばマヤやアステカ、インカ帝国などなど、中南米の古代文明遺跡で発掘されているものだ。その中でも有名なのがヘッジスの水晶骸骨と呼ばれているものだな。確かに、見たことある気がするわ。イギリスの探検家、フレデリック・アルバート・ミッチェル・ヘッジスが、ユカタン半島にある古代マヤ文明の遺跡、ルバーンプンでの発掘中に見つけたらしい。だが、これが非常に怪しいものだったんだよな。そうだったのね。確証はないが、おそらくルバーンプンで発見されたものではないとされていたんだぜ。せっかく見つけてきたのに証拠もなく、怪しいから違うっていうのは納得いかないわね。これはヘッジスさん的にも、出るところに出た方がいいと思うわ。そこで2008年、スミソニアン博物館で調査が行われることになったんだ。でも話の流れ的に結果は見えてるわよね。そうだな。調査の結果、ダイヤモンドの研磨剤を使用した痕跡が見つかってしまった。つまり、これは古代マヤ文明の加工品でも何でもなく、極近代に作られたものを古代マヤのそれだと言い張っていただけだということだ。まあ、クリスタルスカルって種類もいっぱいあるし、一つくらいは贋作があってもおかしくないわよね。でも、こうした偽物が横行する中でも、フライベルグスカルだけは別物なんだぜ。その謎を解明しようと調査するほど、オーパーツでしかないという結論になってしまう。ぜひ、なんとか本物であってほしいものだわ。今回は2008年までの研究結果しか取り上げてないけど、その頃よりも解析技術って格段に向上しているでしょうし、また近々新たな発見がされることを期待したいところよね。ああ、本物であることに期待を持てるオーパーツの一つであるだけに、そろそろ地球外の文明の痕跡が発見されるといいよな。これは胸を張って続報を待て、って言えるんじゃないかしら。私も、ワクワクして待ってることにするわ。さて、いかがだったかな？やっぱりオーパーツの話って面白いわね。地球で見つかっているのに、人類の歴史とは矛盾が生じてしまうって。もしかするとアトランティスみたいな超文明の存在とか、過去には宇宙人が地球に来ていた過去とかあるのかもしれないぜ。それも絶対にないとは言い切れないから、妄想が広がっていくわ。物の記憶を読み取れる特殊能力者とかタイムマシンでもあれば、いろいろと一発で解決するのに、とんでもない謎に科学で地道に迫っていくしかないのがもどかしいわ。逆に熱いところでもあると思うんだけどな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。